はい、では発音からいきます。発音が W、 ダブルとは読まないということですね。 W っていうふうに読みます。で、書き順が一応こういうふうに書いてあるんですけど、1、2、3、4、1、2、3、4、これはなかなか大変なので、慣れてきたらこう一筆書きでこういうふうに書いてしまうと思います、いずれ。で、ポイントは綺麗に書けるかどうかなので、こういうふうに書いた方が綺麗に書けるのかもしれないんですけど、つながっても大丈夫です。とにかく読みやすい字が書ければ大丈夫です。はい。で、あとはなぞってもらって W で始まる5つの単語を紹介したいと思います。まず水曜日ですね、Wednesday っていうふうに読みます。最初の文字必ず大文字で書きます。曜日ですね、必ず最初の文字大文字、文の途中にあっても大文字です。で、書くときはもう Wednesday って書いていいんですけども、 Wednesday って書くときに書くんですけど、読むときに注意してください。 Wednesday ってちゃんと読みましょう。はい、次が水が Water ですね、このように書きます。次が白、White。 次が歩くが Walk ですね、Walk。 これこのまま見た目で和って読んでしまうと、 Work っていうと、WORK ですね、 WORK で Work っていう働くっていう単語になってしまうので、こっちで Walk ですね、 Walk ってこれで読みます。気をつけて読みましょう。はい、一番下の Winter ですね、冬ということで、以上の5つになります。はい、でこのプリントを含めて、全部で30枚プリントがあるんですけども、この最初のここの全30枚まとめてっていうところからまとめて印刷できるので、ぜひよかったらそちらも使って印刷してみてください。はい、今回はアルファベットの W について説明しました。ありがとうございました。